どうも紅茶です。今日は60センチメイン水槽になんとなんとこれ見えますか？これメダカの卵じゃないです。メダカの卵にしては大きい。そしていろんなところにあるんですよ。ちょっと見えにくいんですけど、ここにもあって、その奥にも卵があって、でここにも水草にも卵がボンボンってあって、でここにすごいいっぱいあるんですよ。ここにてん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 つぶ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 って。ちょっとカメラ外すね。ちょっとピント合わないかな。ほら見て、このつぶつぶの行列。こちら側にも少しつぶつぶがあります。メダカが超邪魔なんですけど、水槽の上から見るとこんな感じで、つぶつぶがすごい。卵何個？すごいね。もうこの卵 100% コリドラスパンダの卵ですね、間違いない。だってメダカあんなところに産まないし、メダカの卵あんな大きくないし、確実にパンダちゃんが産んだと思われます。でチビパン3匹を入れたことによって、多分オスだかメスだかが混じったんでしょうね。それで卵を産んだのかな。でちょっと調べたら、やっぱ卵って他のお魚さんに食べられたりとか、稚魚もやっぱり食べられてしまうみたいなんで、じゃあ隔離したいかなと思います。でこの前ちょうど相模原のアクアショップに買い物に行ったんですけど、これをね買ってたんですよ。これをなんで、これに入れて卵を守ろうかなと思います。ただこれ隙間から稚魚出ないかな。結構でかいんですよね。本当はサテライトのがいいのかな。でもサテライトだとさ、温度差が気になるんですよね。こんな感じですね。これが仕切り？仕切りだ。これは蓋です。蓋じゃなさそう。いや蓋です。でなんかこの黒い板はあのベタが喧嘩しないように用で黒らしいです。でもベタさんこんなちっちゃい中で飼ったら大丈夫？ちょっときつそうだけどね。はい、では軽くすすぎ洗いしてきました。じゃあどこにつけようかな。ここにサテライトがね、横にサテライトがあるから、どうしようかな。やっぱよく見えるところがいいんだよね。おいねいね。はい、メダカが入ろうとして、メダカ邪魔。シロさんあっちって潰れるぞ。そこシロさん、そうもうここにやっちゃう。ドドンと存在感。サテライトの隣でね。でなんかメダカ入っちゃってる。メダカさん出てください。ほら急取れちゃったよ。もうよいしょ。でなんかね、ここにメダカさん入ってしまったんですけど、ちゃんとここにね開けられるのが、あれ開かないっす。あれ開かないね。シロさんそこ潰れる。シロさんここ潰れます。シロさんどいて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 。シロさん、はい、
くらいかな。よいしょ。よいしょ。はい。このくらいです。で、コリドラスなので、こちらのボトムサンドを少し敷いておこうかなと思います。どっちがいいんだろうね。砂あった方がいいよね。こんな感じかしら。もうちょい入れるか。うわ、このくらい、このくらいでいいですかね。あー、ちょっと外に出ていっちゃった。メダカが餌かと思ってる。じゃあこの中にとりあえずコリドラスの卵を移動したいと思います。メダカに食べられちゃってね。これ手で触って平気かな。あ、意外と硬い、意外と硬い。こちらが、はい、コリドラスちゃんの卵です。見える？ねえ、ちっちゃいね。なんかいい感じの硬さ。そして手にくっつく。くっつくよいしょよいしょ。結構あっちこっちに産んでて大変だな。もっとまとめて産んでほしいな。取るのが大変だよ。はい、パッと見える卵の移動は終わりました。で、何個かここにくっつけておきました。分かりやすいようにね。で、卵かびるかは分からないんですけど、卵転がし用に南さんを、ちっちゃい南さん2匹こちらに入れました。卵の調子はね、エビさんに任せようかなと思います。で、多分このもうなんて言うんだろう、ここに隙間が少しあるんで、これは多分稚魚が逃げれるサイズかな、だと思うんで、ちょっとこれはなんとかしたいなと思います。コリドラスに詳しい方すいません、私ど素人なんで、初めて卵を産んだので、詳しい方いらっしゃいましたらコメントお願いします。多分ブラインシュリンプいないとまずいよねこれ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。